どうも、うかでございます。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか？というわけで続きやっていきましょう。今日は実力テストがある、頑張らなきゃというわけで頑張りましょう。実力テストか、前回やらかしちゃったもんね。うん、今度はやらかさないです。絶対いい点取ってやるから待ってなさい。見てな、もうみんな。もう俺今度こそやるから。ただ数学とか理科が苦手なんだよね。ダメなんだよ。おっと、あらららら。よいちゃんおはよう。でもなんか元気だね、顔が。のえ、よいちゃん？何？なんかちょっといい感じだね、なかなか。でもよし、どうしたんだろう、よいちゃん。よしよしよし。まず一回会えたね。実力テストか、参ったな。前回は集体を晒したからね、なかなか。お、本田さん。おはよう。おはよう。それだけっていうね。まあ、しゃねしゃねしゃね。最初だから。本田さんとかまだその仲良くないから、今は。できれば、後々なんかそういう、本田さんはもう振りたくないから、そういう感じでいいんだよ。適当に。じゃ行こう。おい。不正行為をしない。はい、オッケー。うん。はい。わかりまーす。さあ、来いや。最悪もいざというときはもう、すぐ調べたるわ。うん。頑張って。頑張りましょう。休み時間。どうしようか。じゃ、とりあえず一年教室行って、放課後はじゃあ、テニスコート、寄り道、河原で、これで OK です。これで行きましょう。どうせテストだろうかな。覚悟は決まってるよ、もう。石川、国語の試験、来た。古語で空ごと、嘘って意味だよ。うん、正解、OK。空ごとは嘘です。うん、絵空ごととは待ち別だけど、そういう、うん。数学、あー、苦手だな。なんだよー、何これ。2、あ、よかった。ちょっと待って。6ってなんだっけ。まあいいや。当たったならよし。よしよしよ。お、あやねちゃんじゃないんだよ。君じゃないんだ。えい。どうしたの、考え事？みんな外を見るんだね。ん？どの季節が好き？季節？うん、そうだな。秋。うん。そうなんだ。嘘ついたけどね。あ、君は春なんだ。じゃあ春って言っとけばよかった。うん。うん。なるほど。いいと思うよ。うん。できれば俺は君じゃない方がよかった。会うんだったら。まあ、放課後、寄りますしね。あそこになんだっけ。テニスコート。忘れちゃうな、テニスコートって名前を。さあ行きましょう。科学。何？ ADP とは何か？アデノシン酸。違う、わかんねえよ。知らねえよ。初めて聞いたわ。さあ、英語、来いや。You and I。あー、クラスメイツ。うん。あ、よかった、簡単で。あー、びっくりした。怖い。今度は社会の試験、さあ来い。いいじゃないか。うん。うん。それ簡単。うん。さすがにちょっと舐めてるわ。うん。多分だから最初のバルメーターで変わってくんだろうね。試験の内容は。さあ、お、来た。これは？お、やってるね。うん。先輩。えい。あ、やゆちゃんどうしたの？うん。内緒にするって約束してくれますか？もちろん約束しちゃうよ。なんだよなんだい？先輩にだけ教えちゃいます。おー、いいね。そうなんだ。うん。わかってるよ。いいね。確かなした。いいじゃん。流れが来てるよ。さあ、そして多分、次の月曜だったかな？結果発表は。まあ、それも楽しみに待ってましょうか。ADP ってなんだろう？あ、そこ調べなかったんだ、ADP って。ミスったな。うん。そうすれば結構、あれまだやってる。どうだろう。あー、まさかの妹か。お兄ちゃん何してんの？別にブラブラしてるだけだよ。あー、まあ、お説教タイムだよ。はい、すいません、はい、はい。じゃあな。ごめんね、適当にあしらって。君じゃないんだ、目的は。すまない。先行っちゃうよ。うん、なかなかで、これで、さ、前回よりか試験できたからね。さ、問題は帰りだ。一緒に帰れたらいいな。ゲタバーだから、まだ確率、可能性としては2回ある。君じゃない。今帰るか？そうだけど、何？別に、じゃあな。君じゃない。ごめんね。じゃあね。うん。さあ、問題は次なんだ。さあ、来い。あ、やよいちゃん来い。違う。君じゃないんだよ。
うん。あ、それじゃまた。うん。ごめん。また後の確率を考えて。うん。さあ、最後。帰り道で一回可能性がある。さあ、来い。弥生ちゃん一緒に帰ろうぜ。弥生ちゃーん、来い。よっしゃ、オッケー。決まってました。おい。先輩。うん。あれ、弥生ちゃんどうしたの？ん？お、何？ちょっとちょっとちょ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 、弥生ちゃん、そんな、あ、ちょっと弥生ちゃん、一緒に帰るかい？来た。はい。よっしゃー、オッケー、待ってました。最高。さあ頑張ろう。今週の日曜日どう？なんて言ったら明日デートの可能性もあるんだよね。頑張ろう。よし。とりあえず、弥生ちゃんはまずは、簡単な話、占いの話題からしましょう。うん。私、占いって大好きなんです。うん。なんていうか、神秘的ですよね。うん。不思議と当たるし。そうだよね。わかるよ。もう一回やっていこう。うん。そう、雑誌の話。うん、いいね、いいね。面白い。うん。で、ちょっとドキドキバロメーターがでかくなったから、ちょっと落ち着こうか。どうしようかな。じゃあ、部活の話題しようか。うん。はい。部活の話題。あー、ちょっとミスったな。あ、間違えた、二度押しちゃった。あー、バカ、もったいねえ。うん。ちょっと、どうしようか。じゃあ、一気に行くか。あ、じゃあ、デートに誘ってみよう、ものとして。行くぞ。今度日曜日、さあ来い。いや、でもちょっと、これはちょっと外れかもしれんな。どうだろうか。今度の日曜日ですか？うん。あー、ミスった。やっちゃったよ。うん。もったいねえ。じゃあね。しまった。用事があるのか。とりあえず、占いの話題と、その後何しよっかな。なんか特別な話題みたいなのがあったから、そっちにやろうか。ミスったな。オーマイガー、大丈夫、寄り道して。まあ、でも、これで可能性はだいぶ近づいてきたね。ちょっと一週間、じゃ棒に振るかもしれないけど、ここから。何を？うん。ちょっとなんか。今忙しいの。話してる暇なんかないわ。そんな言わなくていいじゃないか。まあ、別に俺もどうでもいいんですけど。俺には弥生ちゃんがいるからこれから頑張っていきたい。これから頑張ってなんだか持っていきたいな。うん。寝ましょ。次回。進めだけ進めちゃう。それで日曜日だね、次は。日曜日をパッパと過ごして、次回へ行きます。そうだな。だからアクセサリー屋かな、多分行くとしたら。やっぱ女の子さ、前回会えたもんね、アクセサリー屋で。誰だっけ、弥生ちゃんに。いろいろ女の子がいて迷っちゃうな。迷っちゃうてか名前勘違いしちゃうんだよ、時々。出かける。さあ、いるかなーっと。午前中アクセサリーや、午後は、花屋。花好きって言ったっけ？あんま行ってないから、じゃあどうしようかな。本屋行ってで買い物かな？最後買い物。とりあえず一回は買い物行きたい。さあ、どうだろうか。困ります。通してください。何？どうしたん？彼女、お茶くらいいいんじゃん。付き合ってよ。あれは、本田さんか。大丈夫かな？え、大丈夫ちょっと。うん。あららららら ら, ら、うん。ごめんなさい。急いでるんです。通してください。あららら ら, ら。いいじゃん。どうせ暇なんだろ？ナンパされてるのか。困ってるみたいだな。助けるか。とも子、待ったか？うん、ごめん、遅くなって。ち、男好きかよ。行こうぜ。ああ。さりげなく名前で呼んだのがもうね、あざといね、俺は。うん。助かりました。うん。ありがとうございます。うん。言って言って。そんなもんよ。悪かったね。名前呼び捨てしちゃって。そんな。うん。助けてもらったのは私の方ですから。うん。それに。いや、ずるいずるいずるい。ちょっと待って。嫌じゃなかったですしって、そう言ってくるのがまたダメだね。弱い、俺、そういう言葉に。それじゃあね。うん。いい子だね。たまんないですね、やっぱりこういうのって。いいと思います。さあ、次の場所行きましょう。で、これで、この後は、本屋だな、本屋。さあ、誰かいるのかな？あら、本田さん。本田さん。また会ったね。ちょっといい？え？はい。なんでしょう？やばい、ちょっと好感度良くなっちゃった。これ、うん。うん。話をした。まあまあ、それぐらいで、ここでストップしよう、好感度は。これ以上はダメだ。うん。これ以上は危険すぎる。次の場所。それ危険っていうか、もう、振るのは嫌だ。もうこれ以上。ミニサボテン、大きなぬいぐるみで行きましょう。前回返す、なぜか自分でもよくないけど、見直してね、後悔してんだよ。なんで竹ぼうき選んだって思ってたんですよね。じゃあ最後、ミサキレポート見て終わりましょう。さあ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 。
美咲あるぞ。おい、ちょっといいか？何？俺の学校の評判について教えてほしいぜ。どうだ？来い。おー、憧れの方に向いたか。でも全然なんかデート誘えなくはない感じだよね。オッケーオッケー。じゃあ次回行きますか。ご覧ください。じゃねん。